中橋元明九月二十五日昭和十一年七月十二日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍不評注意。百三十六年二月二十六日に勃発した二点二六事件に参加した。激分尊皇内艦の義軍はいかなる大軍も兵器も恐れるものではない。またいかなる邪智作望も名教によって勝破する皇軍と名のつく軍隊が、 我が義軍を撃てる道理がない。大井方針を包帯せる軍隊は、我が義軍に対して、全然同意同感し、我が義軍を激励しつつある。全国軍隊は各地に、決起戦とし、全国民は、万歳を絶叫しつつある。八百万の神々も、我が姿勢に感応し、加護を垂れたもう。姿勢は天朝に達す、義軍はあくまで姿勢を共にし、昭和維新の天岩と開きを待つのみ。 すすめ、すすめ、一歩も退くな、一に、勇敢、二にも、勇敢、三に勇敢、もて制御を抑んしたてまつれ。昭和11年2月28日新義軍、中橋元明は、東京牛込で、陸軍少将の父と家族の母の間に生まれる。本籍地は、佐賀県。四谷第二小学校を主席で卒業。父の意行で、不立一中。 麻布中学を受けるも、不合格。結局、明教中学を経て、東京陸軍幼年学校に入った。陸軍士官学校第41期生となり、同期には栗原康秀、津島勝男がいる。後に同じ道を歩む二人との出会いだが、この頃交友があったかは不明。しかし、栗原とは同じ中隊で、区隊も隣同士、同じ中学出身である。 中橋はこの頃、軍人として、生涯を全うする決意を固める。義を見てせざるは、言うなきなりが、ザウの命だった。昭和4年、陸士本科卒業後は、この F 票第3連隊に所属。連隊騎手としての役割を認ぜられた。昭和6年、当時の上官であった、野田又たを注意指導の下、10月事件に加わることになっていたが、い出たそのものが暴露され失敗。 しかしその後栗原によって10月事件の本質を語られ、以来栗原から話を聞くようになった。昭和8年2.26事件のある意味原形とも言える、旧国埼玉青年低身体事件に栗原と共に関連し、そのため、豊橋不評第18連帯付けとなり、北満州に飛ばされた。昭和11年1月再び、この絵第3連帯付けとなるが、 あまりに早い帰りに、中橋を知る人物は大いに警戒したらしい。昭和10年12月、気にちのサイクリ原が中橋を東京駅まで出迎えたエピソードを書いた本の多くは、その心情を伺い知れるものとなっている。1月から2月の間はもっぱら昭和へ診断校に向かって邁進した。そのためかこの頃の部下にはしきりに、寡黙、冷たい、厳しいと評されている。 弟の竹明にも人が変わったようだと言われている。2.26事件での中橋の役割は、高橋惚歴を元蔵を殺害と宮城選挙だったが、高橋殺害に関しては成功したものの宮城選挙に関しては失敗。昭和天皇へ決起の趣旨を上奏するため、単身宮城の奥まで乗り込むも、護衛に当たっていた大高清楽少尉に拳銃を突きつけられ、成功しなかった。 なくなく、宮城を脱出後は、新聞社を襲撃するなど栗原と共に行動。2月29日法直命令が出された後、林、池田、中島少尉と共に、陸将官邸に行くが、断固自決せずの姿勢を取った。その後武装解除を受け、代々木陸軍営寿刑務所に収容。刑務所にいる間は、何十句も歌を詠んだ。中橋の父はその句を見て、 そんな素質はないと思っていたのに、うまいのに驚いた。精神を統一させると、こうまでなるのか。元明は三十年で一生分を生きたとまで語った。また中橋は弟である、竹明本人に、笑って死んでいくから何も心配いらないよ。やるだけのことはやったから思い残すことはないと語った。しかし、最後の言葉でもあるように、天皇に対して決して弓を引いたわけではないとも、 語っており、無念さがにじみ出て取れる。中橋の自勢は、以下の通りである。今更に、何をか言わんさみだれにただ濁りなきようぞいのれる。絶筆ただいま最後のご直意を報読したてまつる。人中報告の姿勢はますます直たり、新京京のごとし7月12日午前5時限格な、父のもとに育ち、悩みつつも本人は、至って明るく遊び好きだったよう。 打ち解けたら親しみある人間だったらしい。軍人にもかかわらず、大衆文化を愛し、映画好きで、新青年なども愛読していた。将校になってからも、両亭で騒ぐ軍人が多かった当時、中橋は流行のスケート場や、ダンスホール、将校集会所に通い、一人ダンスの練習をしている様子が、当時の部下ちによって語られている。ファッションにも関わりがあったらしく。 愛用の昇降マントの裏地は、203高地における、乃ギマレスケ将軍の赤マントを意識して総ヒーローで仕立ててあり、当時の陸軍で、この絵師団、中橋の赤マントを知らなかった者はいなかったらしい。赤マントは、乃ギ将軍を意識してあるだけでなく、敵、または、味方から、地の色を気取られぬようにする、自ら敵の標的となって戦う、といった理由もあった。 よく、皆のためなら死ねると言っていた。また、霧の年けを意識して、香水を購入するなど、非常に純粋で影響されやすい性格であったことが、見受けられる。また、生涯独身のまま人生の幕を閉じることとなった、中橋だが、女性に人気があったらしく、危機としてそのことを弟に語っている。昭和時代に、生涯の恋人と出会い、結期前日、中橋は、 芸者の、その女性に会いに行くが、たまたま女性は出かけており、そのまま会えず、じまいで、事件当日となってしまった。中橋が捕らえられてから面会の機会があったものの、芸者の女性も身分上の都合面会に行くことができず、中橋は、死刑となりこの世を去ってしまった、という話が比例として残されている。処刑後50年を経ても傍さんを欠かさぬ一人の女性が、いたという。 湯浅あさひ悪気が歴史を動かす、産経新聞、2013年2月19日号、池田敏彦、生きている2.26配役法典第六班な、その2、ありがとうございます。